どうもあさんです。今回なんですけど、12月3日123本当に強いのか、実際にね僕が検証したいと思います。12月2日に出した動画、これを先にこれを見てもらって今日の動画を見てもらえるとより面白いと思うので、まずそっちから見てほしいです。で、今回は12月3日1月23日で、123今日イベント年にイベントみたいな結構みんな言われてると思うんで、実際に僕が今日検証して本当に強いのか見極めたいなと思います。ただこれ前日比できてないので、一応今日7店舗回る予定なんですけど、全店舗前日比やってないので、あくまで僕の釘読みに結構依存した企画になってしまうので、参考程度に聞いてもらえると嬉しいなと思います。1店舗目もう見えてると思うんですけど、123岩岡店行っていきたいと思います。じゃあ予想強くないただ願望としては強くあってほしい、はい、じゃあミゲル君の予想。いや、もう僕も別に強くないちゃうかなと思います普通に特定日でも何でもない調整してきそうやな。調整もどうも、はい、多分通常営業になっちゃうから、そもそも強いイメージがないです。まあ確かに、はい、まあとりあえずじゃあ行ってみましょうか、はい、もしかしたら強いかもしれんから。そうですね、そこを暴こうって言って、はい、とりあえずね123岩岡店行ってきました。このお店パチンコ480台、スロット456台、かなり大型店舗なんですよね。まあ見てきた結果なんですけど、通常営業、多分通常営業、ただプラスのところだけ1個だけ俺の中では価値あるなって思ったのが、ファクト無双、これだけ今日見た限り売ってみてもいいかなって思う調整やったんですよ。これが12月3日に合わせて行った調整なのか、もしくは通常でまんまなのかはちょっと分かりかねるんですが、とりあえず売ってみてはいいかなと思いましたね。ただアホほど回るか分回るかって言われたら絶対そうじゃない。123岩岡なんですけど、結構ね打ち子の時にね行かせてもらったお店で、思い出のある話をすると、昔初代 AKB の時かな、あの店で売ってたんですけど、右打ち中に打ちっぱなしでパンクしたことがありますと、もう一個俺の伝説があって、はい、G1 グランプリ3世から出た G1 グランプリっていう大会が確かあって、もうちょっと名前忘れちゃったんですけど、あれラウンド中大当たり時に確かな、その格変か格変じゃないかの演出を馬に乗って演出が組んでるな、自分が馬に乗った主観で見、視点で見るのか観客側の視点で見るのか選べるみたいな。俺結構楽しんでたタイプやから、パチンコ俺やっぱ馬に乗りたかったんや。多分馬が走った瞬間に多分アタッカーが開き出すんや。はいはいはい、はい、で演出とともにラウンドが消化されるみたいな。なるほどなるほど、タイプの確かタイヤねんけど、はい、アタッカー全く気づかんと空いてるのにひたすら俺演出にガー頑張っとって、で勝った、よっしゃー確変やーって、よっしゃー確変やーってなってパッて見たら、はい、その時多分ラウンド8ぐらいやってんか、えってなって、あれこれどこが開いてんのみたいな。でよう見たら、はい、ほんま小指ぐらい、小指のほんま球1個通るぐらいのアタッカーがちょっと開いとんの、はい、ほんまに。なるほどなるほど。あのリーダーの人に、演出に夢中になりすぎて8ラウンドパンクしましたって言ったら、結構もう結構怒られたなっていうのがあの店でやったことある。まあ絶対やったらあかんよな。まあそういうのが一応思い出にある店やったわ、ね、俺は あの店な。123ミッキー行ってきました。僕こうやって画面見て思ったのが、ここにある木と俺髪型結構一緒かもしれない。ブロッコリーっぽいで、確かに、うん、確かに、ね、似てますね。ブロッコリーマンっぽくない、はい。まあ、この店舗ね、実際思い入れのある店舗で、僕が軍団を作り始めた当初それと同じぐらいに多分グランドオープンしたお店なんですよね。最初の頃はむちゃくちゃいい店舗やったんですよ。その当時の換金率が確か30玉か33玉やったんですけど、多分今もう変わっちゃってるんですよね。途中から大きくハウスルールも変わって、止め打ち共有全然 OK やったお店が止め打ちができないお店プラス共有はペア共有までっていうハウスルールに変わり、調整もめちゃくちゃ悪くなっちゃったんですよね。だからもう使わなくなったんですよね。で、12月3日123ミキはおそらく通常営業でした。っていうか、なんでそう思うかって言ったら、もしかしたら1枚ぐらいは開けて
るかもしれないんですよ。まあ板ゲージ1枚分ぐらいは開けてるかもしれないんですけど、開けてるとしてもそもそも別に打ちたいと思うような調整じゃなかったですね。まあ俺思い出のあるテンポやからさ、あのテンポ嫌いじゃないんよな。最初その軍団が大きくなった資金調達で使ったお店やから、めちゃくちゃ甘かったしめっちゃいい店やって、ほんまに。てか暑いな。暑いっすね。俺これカシミヤ着とんねんけどさ、ビビるぐらい。カシミヤユニクロな。いや、ちゃう、これあれや、昨日2000円オフで売っとってんねん。え、感謝祭みたいな人ね、今。え、あ、今ですか。うん、ヒートテックも俺これ買ったけど、はい、あれ300円ぐらい安くなっとってんの。情報やから結局な、パチンコもそういう買い物も情報戦やから大事なもん。そういうこのなんか、俺はこの一般層にもちゃんとこう目線を合わせれるんだぞっていうところがやっぱこうセレブです。何が一般層って。俺一般層やから目線合わっとんねん、感じも。すごい、やっぱユニクロの大株主はちゃいますね。誰が大株主や。ユニクロで十分やろっていう人おるけどかもしれんけど、はい、ユニクロで十分じゃなくてユニクロがええねん。俺はユニクロが十分ですよね。そうそうそう全然でって思ったこと。そうそうそう、ユニクロ結構下に見る人おるかもしれんけど、はい、いやめちゃめちゃコスパいいと思うけどな。まあ、とりあえず次行きます。神神戸行ってきたんですけど、通常営業かな。強いて言うならおきゅうみ売ってみて、無理なら無理、っていう感じで、次4店舗目1235社着いたんですけど、もう結構敗戦ムードというかさもう大体想像はつくじゃないですか。ちなみにこの1235社は多分なここ10年でできた店のはずやね、確かな、うん、俺ここ1月23日か12月3日か忘れたけど1回だけ来たことある。ちなみに弱かった。途中で昼過ぎぐらいに撤退した。ただイベントがあるのが良かった。あ、マジですか。うん、それ以外は思い出ない。楽しみですね。行きましょう、すぐ行きましょう。最後はい、はい、1235社、まあ、行ってきましたね。まあ昔に比べるとマシな気がする。まあ123の日、年に2回にしかない年にイベントやと考えると間違いなく弱い。まあけど強いて言うなら無双全然打ってみてもいいかなと思いましたね。ただやっぱ全体的に見て強くはない。まあ、とりあえず次行きます。まあ今ねちょうど半分ぐらい回って思ったことがね、やっぱり123の日は幻やな、ね、まあ、まだ分からんからな。俺の中で後半にここはほんまに多分いけると思うっていうのは2店舗あんねん。だから、まあ、そこに期待したいかな、うん、まあけど正直言ったら今回った三木、岩岡、神戸、五社全て俺は期待しなかった。正直年に2日だけしかない特定日考えたらあからさま弱い。ちなみにこれ僕昨日パーマかけたんですけどどうでしょう。すごい似合ってます。かける人に言われたんが、はい、こんなに強く巻いて大丈夫って言われて、はい、あ、もう結構強めが好きなんですって言って、はい、毎回だから俺強めに巻くんよな。たまにコメントで来るんやけど、はいはい、これいくらぐらいそのお金かけてますかみたいな、こう散髪に。ええって2、3万ぐらいでしょ。いや俺正直言うけどその時もあってん。2万の頭。そう、2万ないの、2万の頭ってもっと高いよ神な。正直カットカラーパーマって、まあ、全然3万とか一挙ったから。てかカットカラーだけで俺2万超えとったりしょったからな。いやブリーチしちゃったから昔だって。金髪とか聞けよ話。人の話金髪とか銀髪とかしょったからブリーチとかしょったからさ、はい、2万ぐらいで超えとってんけど、はい、今はなんていうのやっぱもったいないからさ。もったいない、うん、だから今実際俺カットと昨日カットとパーマだけしてんけど、はい、7500円だかな。7500円だかな。ってことは7万5000円。7500円や誰がカットとパーマで7万5000円。沢田が言ってませんでした。日本円はあの一応ゼロ1個俺の目線では1個減る。日本円は1個減るっていう。そうか、僕はお聞きして。いや7500円あ安いと思うで。だって俺多分普通にカットパーマやろ、はい、1万5000ぐらいいくイメージやもんな。まあ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 2分の1ぐらい。
で、このクオリティやからさ、1万ぐらいかなって感じですかね。そうやな、タイミングでいい。そう、普通するやん。はい、まあ、そんな感じで雑談は終了で次の店行きたい。次のお店なんですけど、駐車場が半端じゃないぐらい多いの。次のお店、一日産新三田店。まあ、とりあえずね、新三田店、ミスター新三田店行ってきました。客付きすごい下手しい、マジ 70% ぐらい埋まったかもしれない。いや、埋まってましたぐらい半端じゃない。ただ調整を別に打ちたいと思わない。うん、やっぱ通常かな。ただ俺が唯一いいなと思ったポイント2つ、いいっすよな。まあ、1個は無糖、もしかしたら、はい、特定微使用にしとく可能性がある。あ、ただ知れてるわ。分回るかって言われたらそうじゃない、うん、でもう一個、天の塩切り、これももしかしたらいけるかもしれない、うん、かな。年にイベントですって言われたら納得いかない、うん、なるほど。年にでこれかってなったら、まあちょっと弱いよな。けど今見た中で言ったら俺やったらここ行くかもしれない、うん、今のところ。ちなみにここのお店1個思い出話、はい、1つ言うと、多分この動画上がる頃には、僕が抽選で勝つ方法みたいな動画上げてると思うんですけど、まあ、前の方に並んだ方がいいよと結局結論、うん、で僕ここ700人か800人ぐらい並んだ時、前から 1,2,3 で3人並んだんですよ、はい、記憶が正しければ700番800番800番でした。失敗した話失敗した店舗っていう話、はい。とりあえず一日さん川西で見てもらったら分かるけど、駐車場えぐい客席いいよな。はい、ただな、全然人おらんかったよ。全然なんでか分かったなんすか。隣見て、はい、ドンキあるやと思う。なるほどっすね、ドンキの客や。ちなみにここは初めて来た、はい、あの分かってると思うわ。パチンコは弱いと思う。もしかしたらスロット強いかもしれんな。もしかしたらスロットの客かもしれん。ただ通常営業。次のお店はここです。一日さん宝塚店は、まあ、僕出入り禁止になってしまったので正直見に行けないんですよ。多分、まあ、今回兵庫県の一日さんを回らせてもらってるんですけど、一番いいんじゃないかなと個人的には思っています。だからこれが本命やったよな。で、まあ外の客付き見る限り多かったよな。普通にな、多かったっすね。あんま見てないか。いや、なんかまあ外からやったんで、うん、あれですけど、まあ多そうな雰囲気が出てました。いや、多いと思う。多分一日さん宝塚俺は強いと踏んでんねやけどな。別に俺出禁にされたから嫌いな店舗とかでもないし、まあ、最後が中身見ずに終わりっていうのはやっぱなんかちょっとしっくりこんなと思うから、最後もう一個だけ俺ほんまに本命があんね。ここが多分俺の中では本命やってんけど、兵庫県の中やったら、はい、大阪行こう。最後1点もだけ、大阪の123プラス N ってとこ、梅田。ここは正直俺大阪でプロの軍団とか結構知り合おんねんけど、やっぱここ使ってるもん。めちゃくちゃ甘いからっていう店ではない。フルチョで、うん、耐えしのぐっていうイメージかな。まあ、ここが強いでしょう。まあ最後やっぱり123強かったと言って終わろうじゃないかと、はい。ちなみに123宝塚の思い出話すと、はい、もう動画見てもらった方が早い、ね、っていう感じで、もしねまだあの動画見てない方はこのできんだものを見てもらいたいなと思います。この動画最後、もう近畿の123といえばここ、123プラス N 大阪本店。とりあえずね着いたんで期待して言いましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、合計行ってない店舗合わせて8店舗回ったんですけど、はい、もう結果の方から言います。12月3日に一日さんに行く価値があるのかないのか、僕の中での答えは行く価値なし。もしかしたら1月23が強いっていうところももしかしたらあるかもしれへんけど、12月3日に関しては俺は強いとは思わなかった。ちなみに、まあ、俺が回った地域限定やけど、もしかしたら県外で使えるところはあるかもしれん。ただ朝から並んで何時間も並んで抽選引いて行く価値があるかって言われたら俺の中ではなかった、個人的には。ただ何度も言うんですけど、この動画個人的主観で言ってますので全然鵜呑みにしなくていいです。僕ならっていう話ですから。もしかしたらね1月23強いかもしれんからな。
1月23、ミゲル君は10万持っていくらしいから。はい。何の結果も得られんかった。暗いっすね。まあしょうがないよな。けど、いや俺も、ね、期待はしとったからさ、まあ、とりあえず結論は12月3日はこの打ち手が勝手に作った妄想イベントっていうことが判明しました。いや、まあでも、まあとりあえず俺はいいか。俺は今後1日3の日行きません。まあ今日の動画が良ければ最後に高評価よろしくお願いします。まあ素敵な夜をビリリリです。はい。